新たな旅立ち、元金プリ平野耀の新たなる道、新たな扉を開く平野耀。2023年、エンターテイメント業界において大きな話題となっている出来事の一つが、元金プリ平野耀の新たなステージへの旅立ちです。平野耀は、長らくジャニーズ事務所で活動し、多くのファンに愛されてきましたが、今年の5月22日に金プリを脱退し、 ジャニーズ事務所を退所その後、滝沢秀明氏が率いる株式会社飛べと共に新たな冒険を始めました。この記事では、平野仕様の新たな道について、彼のファッション、インタビュー、そして将来の展望について探ってみたいと思います。第1章、平野仕様のファッション界での躍進。平野仕様の新たな旅立ちは、 ファッション界においても大きな注目を浴びています。11月号のエルジャポン特別版の表紙を飾ることが発表され、これが平野の同志初登場となります。その特別版では、平野市洋画ルイ・ヴィトンの最新コレクションを華麗に着こなした9ページにわたるファッションポートレートが掲載され、彼自身の心境についてのインタビューも読者に届けられる予定です。 また、平野潮はこの発表に合わせ、自身のインスタグラムでビトンコーデを披露しました。彼はデニムシャツの上にパーカーを着こなし、デニムショーツにスニーカー、ビートンのミニバッグを手にしたスタイリッシュな姿を披露しました。 このファッションには注目が集まり、公式サイトで彼が着用したアイテムの価格をチェックすると、デニムシャツやパーカーは高級ブランドならではの高額な価格帯で、驚くべきことに一部アイテムはすでに売り切れている状況となっています。第2章、平野仕様の圧倒的な人気。平野仕様はジャニーズ事務所を離れ、新たなステージでの活動をスタートさせましたが、 彼のファンからの支持は一切衰えていないことが明らかです。彼の人気は金プリ時代から続いており、移籍後も変わらないと言っても過言ではありません。さらに、高級ブランドのファッションアイテムでさえ、平野のファンが熱心に購買するほどの魅力を持っています。この圧倒的な人気を背景に、広告代理店関係者からは注目すべき要素が出ています。 ジャニーズ事務所の性加害問題により、各企業がジャニーズの所属タレントの起用を慎重に考える中、平野耀はその人気を背景に CM オファーが殺到するのではないかとの見方が広がっています。彼の広告業界での成功が期待されており、ファンたちは彼の活躍を心待ちにしています。第3章、平野耀の音楽活動に注目。 平野紫仕様はもともと海外志向での活動を志向しており、アーティストとしてのキャリアも期待されています。ジャニーズ事務所を離れた後、彼の音楽活動に対する注目が高まっています。新たな楽曲のリリースが待たれており、ファンは彼の音楽活動に期待と興奮を抱いています。結論、平野紫仕様の新たな旅立ち。 平野紫仕様の新たな旅立ちは、エンターテイメント業界とファッション界の両方で注目を浴びています。彼のファッションセンス、圧倒的な人気、そして音楽活動に対する期待は、彼が新たなステージで成功を収める可能性を示唆しています。ファンたちは、平野紫仕様のこれからの活躍に期待とサポートを寄せており、 彼の新たな道のりを一緒に歩んでいくことでしょう。